こんにちは。デンバーアカデミー堀秀夫です。飲食店は儲かるのか犬きという不思議な慣習ということでね、飲食店は儲からない。飲食店の倒産率が高いのはなぜかというタイトルで動画を使ったら作ったらね、再生回数が多いです。しかし、まあ、ついてるコメントなんかを見ると、今一つ理解されてないようなので、補足記事を作ります。 小さくくくく始めるうまくいったら大きくしていくとこの投資の原理原則鉄則を外しているので飲食店は倒産率が高い潰れて当然と言えます例えば今世界一の大金持ちになったアマゾン創業者のジェフ・ペゾス投資資金が100倍になる投資の成功確率が10%なら迷わず投資すると言っています これどういうことかというと、まあね、これ読めはわかるんだろうと思いましたけど、この飲食店運んでコメントつけてる方はほぼこれ理解できてないようなんで解説するとね、まず投資資金が100倍になる投資をしないと儲からないと。5年経って回収して年間利益率が20%とか、そんなんで全然儲からないと。 それと、成功確率が10%なら迷わず投資する。ね、最低限、ね、10回は試さないとそれが儲かるのかどうかすらわからないと、ねえー。飲食店どうでしょうかね。じゃあ、10店舗とりあえず試してみて、ねえー。ダメだったらすっぱり諦めようという形で飲食店に取り組めば、まあ、もしかしたら、ね、今の日本でも儲かる、えー、業態を見つけられる可能性は高い。 ところが大抵の人はね、えー、1店舗やってね、それでダメなら、えー、ダメと。これ、ちょうど、まあ、えー、そういう確率になってますよね。大体、ね、世界一の大金持ちになるような人も、まあ、儲けるためにはね、10回やって1回成功すれば同じだというところに、えー、素人が、ね、1店舗で当たるはずがないと。 逆に言うとね、飲食店10年で9割潰れてるってことは、まあ、1割生き残ってるんでね、やっぱり10件やれば、えー、1件ぐらいは続けられる業態があるか、ただ、儲かる、儲かんないはまた別の話で、まあ、ね、飲食店10店舗やる投下資金、ね、9店舗潰して、えー、何年かかって回収すんのと、まあ、仮に5年で黒字転換って考えればね、9、えー、店舗潰してますんで、50年で黒字転換と。 それを果たして儲かるビジネス、割のいいビジネスというのだろうかと。まあ、そうですね。その辺の話を今はして、より理解が深まるというより混乱させちゃうと思うの、ね、で、何しろ、飲食店、ねえー、普通の人がやったら1店舗しか出せないんで、1店舗で儲かる業態、場所を見つけてっていうのはね、えー、ほぼあり得ない、ね。儲かるわけがないってのはそういうことです。で、一方、ね、不動産業、ね、廃業率非常に低い。ね、なぜ儲かるか。 儲かるかっていうよりね、投下資金も少ない、維持費も少ない。だからブームが来るまで待ってれば、儲かるということでね、金かかんない業態っていうのはやっぱ強いってことです。で飲食店と不動産業の大きな違い、いろいろありますけど、まあ、はっきり言って一番大きな違いは、飲食店は投下資金がかかると。不動産業は初期投資が不要ということです。小さく始めて、うまくいったら大きくしていくと。 うまくいかないならやり方を変える、これが商売の鉄則。ところが、飲食店の場合ね、次の店舗を出す、金がある人、普通いないんで、1店舗でうまくいかないのにね、そのままじたばたして終わりと、どうやっても、儲かるやり方に反してます。飲食店でいうと、場所や扱い商品を変えて10店舗を出すと、そしてうまくいった店舗に集中する。 まあこうすればね、もかりますけど、まあ、先ほど言ったように10店舗出して回収できるほど飲食店は儲かりません。一方、物販ビジネスは稼ぎやすいと。オーストラリアアマゾンが始まる今、日本製品を小さく1個、3個、10個と販売して月間数百個、あるいは数千個まで増やしていくほど手堅いビジネスはありません。飲食を始める前にノーリスクで試せるオーストラリア amazon に取り組めということです。ね、前回の動画もそういうこと言ってたんですけど、まあ、だいぶまた外れなね、飲食は儲かりますよと、誰でも一日、毎日食事しますとかね、えー、なんかね、まあ、明らかに2回できてないなというコメントが多かったんで、一番の問題点は、えー、何回も試せないと。投下試験でなくて何回も試せないと。まあ、それじゃ稼げる方法見つかりませんということですね。 で何回もその試せない、ね、理由の一つとして私が不動産やってた時にねいつも不思議だったこと、ね、飲食店の物件ってね居抜きっていうのが多くて、まあ、どういうことかというと、まあ、ラーメン屋やっててラーメン屋が潰れましたと、ね、繁盛せず潰れちゃいました、まあ、いろんな理由をくっつけるでしょうが要は儲かってたらね、えー 廃業しないわけですし、まあ、逆にその不動産業者に売る前に儲かっててね、えー、誰かじゃあ他の儲かってて資金がある人に、えー、うちもやってくれと言って譲るわけですから、まあ、普通に不動産業に、不動産業者にね、えー、棚子をつけてくれとか売りたいっていう時点で、ね、儲かんないで潰れたわけです。で、そのラーメン屋のね、えー、潰れたラーメン屋の設備、ね、私600万かけて調達しましたと。半額の300万で譲ります。 ね、あなたもここでラーメン屋やりませんかと、まあ、普通に考えればラーメン屋が潰れたのであれば、まあ、そこはラーメン屋には向かない場所だということだと、まあ、次のラーメン屋もきっと潰れる、まあ、その賞賛の低い場所へなぜ無駄な投資をするのかと、ねまあ 100歩譲ってね、えー、ラーメン屋やってて、これまたラーメン屋入れて設備はあるんですけどね、潰れてますので厳しいでしょうということでね、でも設備ただだからね、600万かけて調達した設備がただで手に入るから、まあじゃあやってみようかと言うなら話はわかるんですけど、まあわざわざね、えー、賞賛の低いところに設備をさらに金かけると。 ラーメン屋やってて潰れてね、犬、え、切、ー、で300万って言ってると、でもラーメン屋きっとやってダメだろうから、居酒屋に変えようって言ったら、その、えー、調達器具、使えないわけですから、まあ、ここに価値を見出すのが不思議、でここに価値を見出して、えー、借りる人が多いのが、飲食業をやろうとする人たちというのを考えるとね、まあ、なぜ潰れるというか、まあ、潰すセンスのある人がやってるっていうのも、また別の言い方としてあるなというふうに思ったことがあります。 これ物販に例えるとね、違和感に気がつ気づくと思うんですけど、まあ、例を挙げると、まあ、花札を仕入れましたと。まあ、全然売れませんで。私が6万円で仕入れた花札を3万円で売りますと。あなたも花札売りませんかいやいや、6万円で仕入れた売れない花札3万円で買っても、俺も3万円今度損するでしょ。売れないでしょと。まあ、普通に考えれば売れない花札を仕入れるより、まあ、別な商品を仕入れますよね。いや、いいよ、そんな売れない商品興味ないしって。 まあ逆に仮に仕入れるとしても6万円の、ね、売れ残りだったら5%の3000円、ね、まあ、これ3000円で仕入れとけば、まあ、仕入れ原価5%なら、ねえー、逆に言うと、えー、もう3分の1とかあるいはね8割引きで売ったって利益が出るわけですから、まあ、そのぐらいが妥当な値段、で物販の、ねえー、バッタ屋さんとか、えー、そういうのはそういう業務形態になってる。 物を売るという物販ビジネスは初心者でも理解しやすい。これね、売れない在庫を買いませんかって言ってね、ね買った値段の半額とかで売るっていうのは、まあ、どう考えてもおかしいんですけど、もう賞賛低いんですけど、なぜかそれが飲食店だと犬、ね、級物件っていうのはそ,そういうのを分かった、じゃあここでやりたいから買うっていう人が出てくるのが、まあ、不思議な業界という感じですね。そんなわけで、まあ、飲食店より儲かる。 ね、飲食を始めるよりも、オーストラリアアマゾンに取り組んだ方が儲かります。ね、加藤競争で稼ぎにくい日本で3000万円払って取り返しがつかなくなる前に、ブルーオーシャン、アマゾンで稼ぎませんか、まあ、今、物販副業で稼ぐなら、オーストラリアアアマゾン輸出が一番です。無料アマゾン輸出メールセミナーに今すぐ登録してください。メールアドレスと名前を入力して、登録ボタンをクリックすれば、 無料で Amazon 輸出のメールセミナーが届きます。何しろ、脱サラして飲食とか、もう、もう、普通に考えてもいいです。ま,あ、まずね、全然お金かかりませんので、まあ、この無料セミナーチェックしてね、えー、物販、輸出が面白そうだなと思ったらね、えー、輸出ビジネスに取り組んではいかがでしょうか。まあ、少なくとも、飲食よりは、はるかに賞賛が高いです。 なぜかというと、物を売る、仕入れて売るんだったら、いくつもいくつも商品が試せると。それは飲食に直すと何個も何個も店舗を出すということにつながりますので、同じ成功までたどり着くのにね、飲食で1店舗以上いきなりやるのは現実的に無理。逆に物販で何商品も試すのはやろうと思えば誰でもできるというのでね、飲食は稼げない仕組みになってますし、 えー、物販ビジネスは稼げる仕組みになってますそんなわけでね、えー、無料アマゾン出のメールセミナー登録をお待ちしています以上天板アカデミー堀秀夫でした